大学時代のすごく優秀なゼミの先生の言葉でこれだけは残ってるっていうのがありまして、嫌ならやめなさい、勉強は贅沢なんだからって言われたんですよ。世界中には勉強したくて仕方がないのに家が貧しいから働かなきゃいけないっていう子供もたくさんいるんですよ。にもかかわらず僕の前に来る生徒はちゃんとお父さんお母さんが面倒を見てくれて恵まれた環境にいるんですよ。なのにやる気にならない、その自分がいかに恵まれてるかもわからないような人間が勉強したって意味ないだろう、だったらもうやめなさいと。